あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ってことで今回は前回庭を作ったんでね、こんな風に庭を作ったんで、今回は家の中を作っていこうと思います。はい、ほんと2階建てになったんかな。お、来た来た来た。え、狭くない？狭くない？え、ここで3人暮らすん？え、てかさ、全然階段ないしさ。え、全然2階建てじゃなくない？詐欺だ。2階建ての家を建てたはずなのに詐欺だ。まあ、とりあえず、ね。壁紙を選んでいこうか。やっぱり落ち着いた雰囲気がいいかな。よくある壁紙のままでいいかな。っていう。別に適当なわけじゃないけどね。落ち着いた雰囲気。どんな感じやろ。んー、でもあさみさん落ち着いた感じやけど。ね、きぬよさんはすごいアグレッシブな感じやし。いや、これは色が合わない。いや、なんか怖い。幽霊出そう。キヌヨさんはアグレッシブな感じやし、ケイトさんはなんか、すごいおしゃれで落ち着いた、まあ、落ち着いた、おしゃれな人やね。古いフローリング。もうちょっと木目が、フローリングブロック、オイルステイン。オイルステインってなんかわからんけど、とりあえずこれでいっか。んで、窓。窓もね、事務所で勉強をして、変えられるようになったから。変えられるようになったけど別にそこまで。茶色い十字窓。で、カーテンもなんか変えられるらしいよ。レースのカーテン。これが今のやつか。竹すだれスクリーン。お。黒いブラインド。お、ブラインドがつけれる。白いブラインド。木製。シャッターのスクリーン。シャッターとかついてそうな感じじゃないよね。すごくない？この辺。ホルスタイン。虎島。ヒョウ柄。で、これさ、閉めたら、こっちだ、こっちだ。閉めたら、ほら。やばいね。全然合わない。ね。まあ、普通が一番かな。じゃあまあ普通にレースのカーテンで、よろしいか。よろしいです。んで、落ち着いたっていうより古ぼけた感じになったかな。まあ、いっか。んで、とりあえず、なんか、庭作ってた時に見つけたんだけど、なんか一個だけ新しいの増えとったよね。この辺に確か、あれ？この辺じゃなかったっけ？こっちかな？こっちの、この辺？ミシンがね、あったんよ、どっかに。あ、これ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 。古いミシン。んで、ちょっとね、あさみさんの、作業スペースを、この辺かな？こっち向きで合っとるね。うん。お、動き出した。ちゃんと動いてるよ。よし。んで、椅子もいるね。椅子に座って作業を。飛び盛り的な感じで。どれだろう。どれがいい？シックな椅子かな。じゃ、これで、くるっと。くるっと向けて。で、真ん中に。ね、こんな感じで作業をしてもらって。んで、3人で住んでるから、本当はね、1階をリビングにして、2階を寝室にしたかったんだけど、もう全く、ね。全くそれができないから。1階にベッドを3つ。もうこれだけでだいぶなスペースを、だいぶスペースを使うんだけど、
まあこういう感じでベッドを置いていきます。よいしょ、こんな感じかな。あ、反対、一人だけ反対になってた。うん、こんな感じで、あとちょっと、あ、ランプ欲しいかな。ランプ、ランプどこ、ここか、ここで、なんかちょっとシンプル。もうこの家はとにかくシンプルイズベストみたいな。こっち側にもなんか置きたいな。でも同じくランプっていうのもまあいいんだけど、ちょっと変えて、どの辺だ、あ、これこれこれ、コートハンガー、お、なんか反応したね。コートハンガーをこの辺に、まあなぜベッドの間にあるのかは謎。んーで、スリッパ立て、このスリッパちゃんと3人分ある。おお、いいねいいね。ほんで、あと、あー、なんか作業場所と寝るところをこう区切ろうか。こんな感じで、もう一個こうかな。んで、一気に狭くなったな。まあしょうがないか。あ、ラグ敷きたいね。ラグ、ラグでちょっと作業場を区別しようか。ドットのラグ、ラグでちょっと明るくなった。大きめのドットの方がいいかな。大きめのドットって、それはもはやドットじゃなく水玉か。スカンジナビアなラグ、これで。お、こっちの方が反応いいじゃないか。じゃあこっちにしておこう。ほんで、あとはなんだろうな、ここじゃない、時計、時計、時計つけよう。時計どれがいい？あ、なんかこういう綺麗な感じ。振り子時計をなんかこの中心に置いといて、あとやっぱり服を作ってるわけだから、服は置いときたいよね。よいしょ。とりあえずこの展示してる感じの、キノコ模様の服。いちごボーダーな服。を、こう置いて、方向そっちじゃない方がいいね。こっちかな。よし、これで。他。黄色ツイードの服。これも、こう、向けて。んで、あと。あと、ワンピースもつけとこっか。つけとくっていうか。こういうのも、作ってます的な。ブルーパーティードレス。こんな感じで。やっといて、あと壁にもかけようかな。壁掛けのもあったよね。病院の時とかに使ったやつ。あ、この辺、この辺。で、セピアな千鳥格子。を、こっちに置いて、あとは、また、ワンピース。黄色いワンピース。こうね。バランス悪いな。短いの2つの方がいいかな。じゃあやっぱり普通にこっちのシャツの方で、どれぐらいかな。こんなとこで悩んでるよ私。じゃあ青の
ラグランシャツ？ラグランってなんだ？まあそこに置いといて、あさみさんはやっぱ反応するんだね。やっぱ服大好きだから。お、なんか増えてるじゃん。なにこれ？ケケゴスペル。なぜゴスペルが増えたの？好きなの？謎。この辺のは、まあ、いいか。いっか。んで、あとは。どうしよう。他のとこにもラグ敷いた方がいいかな。寝るスペース。寝るスペース。ストライプ柄。S。え、この柄も好きなの？こう。いやー、趣味悪いわ。てか、なんかランプ回したしね。いや、やっぱりラグはここだけでいっか。てか、ちょっと近づいてみよう。こんな感じだよ、今んとこ。ね、目の前に服、自分が作った服を置いてて、こっちにも自分が作った服を展示。で、これスリッパでしょ？で、ついたて置いてて、これがベッド。はい。うん、いい感じ。で、これがコートハンガーね。また寝転んだ。すごい寝心地確かめるじゃん。うん。誰のコートと帽子かは知らないけど、まあ、コートハンガーね。あと、ここじゃない。他に、なんだろう、まだなんか置けそうなの。棚が一個もないね、この家。ちょっと棚置くか。棚を置いて、その上にテレビでも置こう。じゃあちょっと、ベッドに合わせて、緑のタンス。緑のタンス。あ、方向を変えれる場所がない。ちょっと待って。ちょっと待ってね。この辺で回そうか。あ、間違えたよ。ラグを。ここにポンってはめて。んで、ここの上にテレビ置こう。やっぱりちょうどさ、ああやってなんか、敷いてるところがいいんかな？置けそうなの。これそのまま置くっていうのもありやけど。これ置け、あー違うな。これぐらいか。ストライプなテレビ。やっぱこの布の上に置くのが一番いいよね。の上に置くのがいいのかな。いや、ちょっと待って、ここにさ、ここにあの、なんか帽子とかさ、いいんじゃない？あ、これ夢の中に行くやつだ。ね。あ、三つ編みとかある、すげえ。へえ。青いナイトキャップ。普通の帽子ないの？普通の帽子ないね。メガネ。靴下。傘。傘邪魔だよね。やっぱ帽子ぐらいなんだけど。帽子。いや、なんかいいのある？この辺なんか普通にアイルが被りそうだし、スイカちゃんとか被っとるよね。これは？青いリボン。リボンかい。エレガントな帽子。青いニット帽。ニット帽。こんな感じで。ふんふん。テレビはね、ベッドの方から見るってことで。この辺寝転んでそのままこういう風に見てくれたら。一番こっちに寝てる子が見えるかどうかは定かではないけれど。ね。こんな感じ。んで、あとは、あとなんかあるかな？あと。あ、なんかあの、生き物飼いたい。無駄に。
なんか落ち着くじゃん。癒しっていうか。やけん、ちょっと、それをね、水槽とか置く台、四角いミニテーブル。もうなんかね、でっかいやつは多分もう置けない、置くスペースないと思うから。アルミウッドテーブル。シックなテーブル。これを、ここに埋め込んで。でもって、こっから、生き物。ここか。どれがいい？やっぱ見とって落ち着くのは、メダカかな。ってことで、メダカを配置して、これは逆？こっち向きかな？うん、こんな感じで置いとこう。置いとこう。うん。うおぉ。いや、通れない。こんな感じ。なんかすごい狭いな。すごい狭いけど、うん、いいかな。みんな仲良く一冊ずつ本を置いてるんだね、ベッドのとこ。これ何柄なんやろ。花柄？一瞬千鳥格子かなと思ったけど違うね。千鳥格子こっちの服だわ。まあこんな感じなんじゃないかな。多分。もうほぼあさみさんだけの家って感じもするけど。みんななんか寝に帰ってくるだけみたいな。食事はね、前回作った、まあ、お庭でお願いしますという。お庭のカフェテーブルで。まあ、ご飯は食べてねっていう感じ。あともう何も置くものは、てか、置くスペースないしね、もう。え、ほんと、え、なんで2階建てじゃないの？この後2階作り出したりとかする？ないよね。だって階段ないもん。ってことなんで、じゃあ、これでいいかな。はい、あさみさん。もうできたんですか？完成しました。ほい。おおきに、見せてもらっていいかしら。急に関西弁になった。うわほー。かわいいよ、あさみさん。あさみ様、お任せします。お任せされてもね、それが一番困る。明確なテーマを決めていただきたい。どうですか？てか、見学にはなんか3人揃ってきてくれたらもっと嬉しかったかな。みんな予定が合わないのか。お、作業してる。パシャッと。いいじゃん、いいじゃん。あ、待って、3人ともいた。見えなかったんだけど、マジで。おぉ。ん？何あれ、ベッドに座って話してんの？居眠り。ちゃんと3人いたわ。全然最初、あさみさんしか見えてなかったんだけど、あれ？最初からいた？いいね、いいね。狭いけど。てか、このあさみさんたちって、コーヒー飲みながら作業してる余裕だね。あさみさんたちってさ、何の動物？ハリネズミ？いまいちよくわからないんだけど。お、次は庭か。庭は結構自信あるよ。なんか花壇の中に入り込んでんだけど。お、でもちゃんと世話してくれてる、花の。いいね、いいね。絹代さんがするんだ、世話。お、音質がすごく気になっている様子だね。なんかすごい首かしげてるみたいに見えるけど、二人。お、気に入ってる？ほわーんってなんか、光が。ケイトさん。ケイトさんだっけ？名前間違えてないや、私。三姉妹それぞれめっちゃ個性的よね。なんか全然キャラクター違うって感じ。ん、あさみさんどこ行った？うわほー。どうだ？イエーイ。アイラさん、大きいね。この部屋やったら妹たちも気に入ると思います。あさみさんが一番上か。部屋のことで何かあったら、これからもアイラさんにお願いさせてもらいますね。ありがとう。パチ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 。新しいアクション、ムカをゲット。え、なんかムカつかれた？アクションは関係ないんかな。投稿はとりあえずしないと。いい写真だ。ほい、ただいま戻りました。
アイナちゃんお帰り、遅くまでご苦労様。もうお店の営業時間は過ぎてるし、今日の出来事だけ記録して帰ってくれていいわよ。じゃあお疲れ。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。で、今回もらったムカ、お、ケンタ君が反応した